内田彩 J カントリー。皆さんこんにちは、内田彩です。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩がアメリカのカンザスと KBS をつないで楽しいトークと素敵な音楽をお届けする30分です。いろいろ皆さんから毎週のようにねメッセージをいただいてるんですけれども、結構ねそれは毎週聞けずにちょこちょこ時々聞いてるっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、そういう方ですかね、なんであやちゃん今アメリカにいんのみたいな、毎週アメリカからなみたいな感じの、割とそんなクエスチョンがねちょこちょこと来ておりまして、例えば歩いていくさんだったら、いつまでアメリカにいるんですか、長くなりそうですね、頑張ってくださいみたいな感じで来てたりとか、胸板をめっちゃ叩く西ローランドゴリラさんとかは、私よく分かってないんですがそちらへ永住なんですか、日本にはもう住まない感じなんですかみたいな感じで、結構この手のメッセージがいろいろ来ておりまして、はい、もう一回説明いたしますとですね、私アメリカの人と結婚してアメリカの方に永住し始めております。今年の1月の後半ぐらいかなぐらいから、アメリカに住み始めてまして、だからそう、もちろんね日本には帰りますよ、旅行でね、旅行でっていうかもちろん家実家もねあるのでちゃんと帰りますけれども、基本的にそのメインの家はアメリカに変わったっていう感じで、まあでもね、人生どういう流れになるか分かんないので、もしかしたら今後日本に住む可能性もなきにしもあらずですし、このままアメリカに住んでるかもしれへんし、まあね、分かんないですけど、まあとりあえず今はアメリカに住みながら、日本にもちょこちょこと、まあ、今年中はちょっと年内は厳しいかもなんですけどね、まあでも来年ぐらいからは、ちょこちょこと日本に帰って、そしてその時はライブをしたりしてね、皆さんとまた久しぶりってライブ会場で会えたらなって思ってますので、はい、ぜひ皆さんこれからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。音楽活動も引き続きそのまんましてまいりますので、むしろねレコーディングとかアメリカでずっとやってたんでやりやすいかなと、ジョーさんも近くやし、今まで日本とアメリカやったけど、まあそういうわけなんで、はい、私基本的にっていうか、はい、永住しております、アメリカに。そういう感じです、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、皆さんから事前に募集していたメッセージテーマね、今週はね雨の日の思い出ということで、皆さんからすでにメッセージもいただいておりますので、こちらもご紹介していこうと思いますので楽しんでください。はい、それではこの後6時まで内田彩とお付き合いください。この番組はキルガン盤浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りします。鴨繊維という会社をご存知ですか。日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キルガン盤浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい、繊維の力で明日を変える、鴨繊維株式会社。内田やアルバムあなたの板町、アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田彩6枚目のアルバムあなたの板町、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。内田彩J-Country KBS 京都からお送りしています。あなたの体を冷え疲れから守るキルガン盤浴 BS ファイン。今週もこのコーナーがやってまいりました。今週もこの方とお電話がつながっておりますよ。BS ファイン鴨繊維株式会社代表取締役の角野光俊さんです。もしもし。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか日がすっごい長くなりましたね。やっぱり夏が近づいてきますとね。ねえ、アメリカの方もやっぱ長いんですけど、日本ももちろんそうですよね。そうです。もう朝4時半ぐらいから明るくなってきますからね。早いですね。なんか最近5時過ぎに目が覚めてしまうというか、年のせいですかね。でも社長この前あれですよね、バンコクから帰ってこられたあれで、でも時差はそんなに関係ないんですよね。時差は2時間ですからね。あ、そっかそっか。ただ日本よりも2時間遅いので、到着すると、
例えば夜10時着っていうことは日本の12時なんですよね。どうしても日本時間で、まあ、滞在が2日とか3日短いので日本時間で動くんですね、はい、わざと帰ってきたら大変なので。確かにその方がいいですね。そうです、うんうん、でそうするとバンコクで3時とか4時に朝起きて、はい、それからしばらく部屋で仕事をして、あで7時になってやっと食事なんですよね。あ、なるほど。それから食事をして、あの街の中を歩いて散策をして写真を撮ったりしてね、はい、うん、それからだいたい現地時間のお昼ぐらいから現地で打ち合わせをして1時からとか3時、はい、2回ぐらいトークショーするんです。あ、それ BS ファインのお店で。そうです。だからバンコク一番最初行ったのはもう10年前なんですね。もうそんなになるんですね。そうです、そうです。で最初あの私の知り合いの方がバンコクイスタンに話をしたら、はい、面白そうっていう話になりましたね、向こうのバイヤーの方が。はい、それで行ったんですよ、うん、バンコクちょっと10年ぐらい行ってないなと思いましたね。はい、で売れたんですね、165万円2日間で。初回からですか。そうです、そうです。バンコクでタイって暑い、当時42度ぐらいでしたね。ところが冷房は20度ぐらいなんですね。あ、そっか、それでみんな冷えてるんですね。そうです、そうです。で最初売れたのは実は、はい、膝の悪い方がいて膝サポーターが売れたんですね。あ、そうなんです。膝サポーターが最初、そうです、そうです。膝サポーターが最初に本当によく売れたんですけども、はい、レグウォーマーとかインナーウェアとか着用していただくようになったんですね。はい、で私片言の英語しか話せないので片言の英語でやってて、これ通訳つけたら絶対に売れるだろうなと思って、あ次に呼ばれた時に通訳の方をお願いして、はい、全部通訳してもらったんですよ。そうですね、最初通訳なしで行かはったってところがまずすごいですよね。私もう無鉄砲ですからね。すごい、ね、はい、それで話をしたら、はい、なんと360万売れたんです。あ、もうなんかもう倍以上。そうです、そうです。あ、それで結果どうなったかというと、伊勢丹さんがちょうどリニューアルだったのでバンコクの伊勢丹がショップを出しましょうっていう話になりましたね、はい、まあ、私ども行ってないので、はい、現地の方とじゃあ一緒にやりましょうかということで15坪のショップまでできたんです。え、じゃあもう常にその伊勢丹、タイのバンコク伊勢丹には常に BS5 のお店があるっていうことなんですね。で残念ながらコロナの前に伊勢丹さんが撤退したんですね。で、はい、じゃあどこかっていうことで東急百貨店があったので、はい、東急百貨店にまた入ったんです。すごいですね。で、そうしたらまた東急さんが撤退されたんですね。あ、で実は現地のタイの、まあ、パラゴンっていう有名な百貨店に入ってるんです。あ、に BS5 のお店がじゃあ今は入ってる。そうです、今もあのサイアンパラゴンで販売がされてるんですね。だから本当にタイは先日行った時も本当にもう40度を超すんですね。で部屋の中は涼しいんですが、涼しいというか寒いんですよね、ホテルの部屋の中はね。だからで私大失敗して、まだあの涼しいからポロシャツだけで街を歩いたんですね。BS ファインのポロシャツ。そうです、そうです。1時間半ぐらいね、結構歩くので。そうしたら汗をかくんですよね。そらかきますよね。で次の日は当然シャツを着て、ポロシャツを着て歩いたら、はい、やっぱり当然汗ばむんですけども、はい、汗をどんどんかかないです。ベースファインのインナーシャツがこうちゃんとこう吸収してくれて、そうです、そうです、で いい感じ、いつもの、あの、ベースファインのね、心地いい感じで保って。そうなんです。だから本当に、まあ、暑い国なんでって呼ばれるかも分からないんですけども、はい、ね、あの BS ファインって暑い夏でも汗をどんどんかかないので、この時期あの本当にお役立ていただけますし、今梅雨ですからね、はい、で梅雨の時期ってやっぱり湿度が高くなってしまうので、うん、熱伝導率が高くなってより冷えを感じてしまうんですね、はい、元気な方はいいんですけども、ちょっと冷えが辛い方とか、膝が冷えて困りの方にはこの時期って本当に違うので、はい、で BS ファインもサポーターもね、あの3タイプありますからね、あ、そうですね、ぜひまた見ていただいたらいいと思いますね。
はい、でもタイのバンコクって本当にね、暑い中でもそうやって年中 BS ファインの商品が売れてるっていうのはやっぱりなんかびっくりするけど、でもみんなが分かってくれてるって、そうです、もう本当にヘビーユーザーの方がたくさんおられるんですね。だから私が毎年行って、まあ、コロナの時に2年ほど行ってないんですけどね、はい、わざわざ待っていただいてるんですよ。嬉しいですね。で、実はトークショーの前って席が20席ぐらいあるんですけど、はい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 、ガラガラなんですね。おートークをしだすと満席になるんです。はい、本当に、まあ、嬉しいというんですかね、ありがたいですね。あの寝具なんかも売れてるんですか？タイそうです、あの、ね、昨年作った裸掛け布団、これが売れるんですね。はい、すごい。やはり冷房をつけてお休みになるので体が冷える、トイレに起きる、それから朝方足がつるって方もやっぱり向こう日本と同じであるんですよね。で BS ファインの、まあ、寝具とか使ってると全然違うので、前回行った時に買っていただいたお客様が、はい、あれグッドだねって言っていただいて嬉しかったですね。嬉しい。そんだけこう常に暑い場所でも、はい、BS ファインの良さが分かってユーザーさんがどんどん増えて、あ、そうですそうです、っていうのはね。でもまさにそれが本当に日本でも夏こそ BS ファインにつながりますよね。そうなんですね。だから、うん、あのキルガン万浴だから汗をどんどんかいて無理と思われると思うんですが、本当に、はい、まあ、夏の方があの薄着になってから冷えがやはりねダメージを受けやすいので、うん、そうですよね。で汗冷えとかでね、どうしても寒暖差で体調崩しますからね。だからぜひあの試していただくと良いと思います。はい、ぜひ皆さん無料の、ね、パンフレットがありますので、まずはお電話ください。キルガン万浴 BS ファインのお問い合わせ先です。 0120-259-789 0120-259-789 カモ繊維までお問い合わせください。パンフレットと一緒にねサンプルリストバンドも1枚セットでお送りいただけますので、ぜひ手首とか足首にねはめて、夏こそちょっと冷えとかね結構感じると思うので、ぬくもり実感してみてください。そしてホームページもございますので、インターネットからキルガン万浴や BS ファインでぜひ検索してみてください。いろんなね商品あるのでね、見ていただけたらなと思います。というわけで社長、今日はねいろいろバンコクの話もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、また来週もお願いいたします。内田やジェイジェイカントリー KBS 京都からお送りしています。ここで一曲お聴きください。内田彩で優しい嘘。あなたと
Country。ここからの時間は私内田彩がアメリカ生活で見たこと聞いたこと感じたことを交えつつ、皆さんのメッセージ紹介していこうと思います。今週の、ね、メッセージテーマは雨の日の思い出ということなんですけれども、もう日本はね梅雨に入ってどうなんでしょうか。結構毎日のように雨降ってるんですかね、どうなんやろ。でこっちはねこの前も言ってたみたいに梅雨っていう感じがなくって雨季なんですよね、多分。だからシーズンによっちゃなんか雨多いなみたいな時もあるんですけど、まあ雨季、別に梅雨とかそんなんじゃなくて、うん、なんかねカンザスとか特にねもう気温差も激しいし、夜になんかめっちゃ雷ゴロゴロなってジャーって雨降ったかと思ったらカラッと晴れてめっちゃくちゃ暑くなってたりとかね、ぐっちゃぐちゃなんでね、日々ぐっちゃぐちゃなんで、なんか確かに梅雨って決められへんなっていうのは、肌で感じてるんですけども、でねアメリカに来てほんまにみんな傘使わへんなっていうのをすっごい実感しました。多分皆さん今日本ってあれでしょ、外国人の観光客でいっぱいだと思うんですけど、雨の日に傘さしてる、まあ言うたらアメリカ人ですかね、 CT 言うなればアメリカ人多分見たことないんじゃないかなって思うぐらい傘さしてる人いないと思うんですけどね。私も日本で雨もうジャーって降ってんのに傘ささずになんか余裕で特に小走りもせず普通に歩いてる外国人を何度も見かけてるんですけど、こっち来たらねほんまにもうみんなね多分傘持ってへんと思います。持ってへん。まあ車移動やしね、特にまあこの私が住んでるエリアは特にそうなんだと思うんですけど、車移動やし車から降りて、まあ、スーパーまでとかね、まあ距離あってもみんな小走り、基本小走りで、フードがついてたらまあちょっとフードかぶるかなぐらい、ほんまにそんな感じ。どんだけ打っててもね、この前ねジャーって打った時があって、私はしっかりね折りたたみ傘を日本から持ってきているので、それを差したんですけど、もうジャーって打ってる中でやっと一人だけ傘差してる人を見かけたぐらい、うん、でもそんなジャーって打っててもやっぱりみんな小走りねえ、ほんまにみんな傘ささへんやなって。でね、私日本やったら夏場とか、まあ、雨傘じゃなくて日傘、もう普通にねみんな日傘とか今差すじゃないですか。アメリカね誰も差してないんですよね。まあ歩かへんっていうのもあるかもしれないんですけど、サングラスはちゃんとしてますよ、みんなサングラスしてて帽子もかぶってる人とかもいるけど、日傘なんて誰も持ってへんくって、誰もやってへんくって。でも私個人的にはすごい日傘を差したいんですけど、多分日傘さしてたらすごいあの人何っていう目でおそらく見られるんやろっていう恐怖感があるんですけどね。でもちょっとさしてやろうかななんては思ってるんですけれども、はい、まあアメリカの雨の日の傘事情はねそんな感じなんですよ、うん、はい、まあじゃあ皆さんのね雨の日の思い出いきましょう。高校野球とゴジラ大好き芸人さんは、20年くらい前のことなんですが、南電に乗って帰宅途中、突然の激しい夕立、傘を持っていなかったので最寄り駅で降りた後も15分か20分ほどホームで雨宿りしていたら、すぐそばのコンビニのおばさんがこれ使ってくださいと言ってビニール傘を持ってきてくれました。お、僕の他にも10人近く雨宿りしてましたが、皆さんの分も傘を配っておられました。しばらくして雨が止んだので傘は使わずに返して帰りましたが、何かほっこりした気持ちになりました。のっからです ね。でもコンビニでちゃんと、まあ、傘売ってますけども、それをね使ってくださいって渡してくれはったんですね、10人ぐらいの方に。あーでも嬉しいですね。ね、なんかその雨の日こんなね傘入れてもらったりとか、こう傘貸してもらったりとか、そういうのでこう人のねなんかこう心の温かさというか、こうほっこりするエピソードって割とねありますよね。ちょっと気持ちがね温かくなるというか、うん、そうそう、そんな感じで言うとね、この方ラジオネームカッパテングさん、雨の日の思い出は高校生の頃です。土日が休みだったので土曜日は学校の近くでボランティア活動をしていました。夕方帰る時に雨が降ってきて傘を持ってなくて濡れて帰ろうとすると、一緒に活動していた女子大生が傘に入れてくれて、あいあい傘で駅まで行きました。一緒に彦根まで電車で帰りましたが、彼女は一つ手前の駅で降りられて、その時に私駅から車やから傘貸してあげようと言って、
赤い傘を貸してくれました。赤い傘を差して帰るの恥ずかしかったですが、アイアイ傘をしてもらってハッピーでしたと。ね、なんかいいですね、雨の日のこのほっこりな思い出ね。なんかこの方とはこう、この方に恋心がうんぬんかんのか、そんな感じじゃないですけどね。そんな感じじゃないですかね。あ、違うのか。違うけど、でも、あ、いいですね、こういう思い出をね。かといえばこんな思い出もあるんですね。ラジオネーム森山塾さん、雨の日の思い出。40数年前、土砂降りの銀閣寺の京都市営駐車場で3年間付き合っていた彼女から突然別れ話を告げられた悲しい思い出があります。なんかあれやね、歌詞になりそうな感じですよね。土砂降りのそんな駐車場のところ、車の中とかそんな感じなんですか、どうなんやろ。別れを告げられて、そこで降りて、そこでバイバイみたいな。ちゃんと送ってもらえたんでしょね、だって土砂降りやったらちょっと駅まではね、送ってほしいですよね、別れてもね。そんなんじゃないかな、そこでバイバイやったんかな。いやー、なんか、いろいろ切ない思い出もあるんですね。イージーライダーさん、学生時代のあるあるで、天気予報を見ずに学校へ行って帰る頃には雨が降っていて、家までずぶ濡れになって帰ったことがしょっちゅうで、家に着く時には絞れるぐらいまで濡れた経験が多かったです。しょっちゅうあったんですか。でもなんか学校の時って、あの置き傘とかしませんでした。今思い出したけど、喋りながら、ありましたよね、置き傘。あったあった、置き傘、小学校の時とかあったけど、まあ、この方は持ってってへんかったかな。なかなかずぶ濡れになったまんまって、あの教科書とか、あのそっちの方が気になるな。カバンの中身の方がね、ランドセルとか言うても大変やったんちゃいます、お母さんも。あら大変。トワイライトムーンさん、嫁さんと箱根を旅した際に泊まった宿の貸切露天風呂に入ろうとしたのですが、あいにくの雨から、何気なしに脱衣所を見回したら壁に番傘がかけてあり、それをお借りしてあいあい傘でそぼ降る雨を眺めながら湯あみをした懐かしい思い出があります。なんか雨の日でもこう素敵な感じですね。これもまた一つの思い出ですよね。雨ってなんかね、残念やけど意外とそこで特別な思い出が生まれたりするもんですね。まこっちゃんさんは、30過ぎの頃、会社の仲間と一緒にゴルフをやり始めました。打ちっぱなしで練習を重ね、やっとゴルフコース初デビューという当日、なんと天気は雨。雨の中も初めて、他のラウンド客に見られて打つティーショットも初めてと、全て初めてで、当然成績もボロボロで、コースデビューはいろいろ大変でした。楽しいというよりめっちゃ疲れたことを覚えています。あやちゃんはゴルフされますか。全然しませんまあでもね、ゴルフされる方はね、その天気重要ですよね。もちろん、そんだけ雨の日とかでもやらはるもんなんですかね。東近江市出身、小結藤野山さん、この方は、雨の日の思い出。この日は雷の恐ろしさを改めて認識させられた雨の日でした。その日は近くの河原で鮎釣りをしていました。雨が降り、遠くで雷の音はしていましたが、そのまんま釣りを続けていました。そしたら突然ものすごい稲光がして、目の前に落雷しました。私はヒャッと言いながら近くに止めておいた車に避難し、無事事なきを得ました。それ以来雷を甘く見ないように心がけています。いや、これはほんまに怖いやつですね。やっぱりね、雷鳴り出したら、まさにね、そういう場所にいる人、特にね、ちゃんともうやめて帰った方がいい。帰った方がいい。あのカンザスもね、雷めっちゃすごいんでね、結構しょっちゅう雷は鳴りますね、カンザスは。多い、本当に多い。抹茶売りの大人さん、この方初めてメッセージありがとうございます。雨の思い出ですが、私は学生時代に教科書類などを詰めた重たいカバンを背負いながら、雨の中傘を差して登下校していたので、かなり大変でした。特に小学生の頃は長靴を履かずに靴で歩いていたので、靴や靴下がびしょびしょに濡れてしまって、よくお母さんに怒られた記憶があります。これもある意味いい思い出です。ねえ、わかる。なんか雨の日のあの靴びしょびしょな感じの、あの最悪な感じあ、でも学校行ってた時は、あのカバンにね、雨の日の時にこうかける、私ランリュックやったんですよね。その当時、あのランドセルとかじゃなくてランリュックやって、なんかカバーがついてて、雨の日なんかそのカバーをかけてましたね、そういえば。でも確かに長靴とか
履いてへんかったからね、ぐちょぐちょになりましたよね。靴も乾かへんし、靴下も乾かへんし、あ、なんか懐かしくなりますね、そういった思い出もね。まあ今でも言うても靴ぐちょぐちょになりますけどね言うてもね、はい、いろいろと、あのアッキャンさんとかは年上のお姉さんがこう傘に入れてくれたとかね、傘もささずにバスを待っていたら年上であろうお姉さんが傘に入れてくれた三条東山のバス停、なんかいいじゃないですか。思い出がね、いろいろありますね。はい、なんだか、胸がほっこりしたところで、引き続き皆さんお付き合いください。内田屋 J カントリー。加茂繊維という会社をご存知ですか。日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キル岩盤浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい。繊維の力で明日を変える、加茂繊維株式会社。内田屋セブンスアルバムミュージックボックス。心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田屋セブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田屋オフィシャルウェブサイトにて。内田屋ジェイジェイカントリー。 KBS 京都からお送りしています。さて、アメリカカンザスから、KBS をつないでお届けしてまいりました内田彩 J カントリー、皆さんね、またメッセージどんどん送ってきてください。普通にね、何でも質問とかでもいいですよ。もう素朴な彩ちゃんアメリカ永住なみたいな、そんなね、さっきオープニングでも話しましたけれども、そんな適当な、適当言うとあかんかな適当なメッセージでいいんで、はい、送ってきてください。そしてあのメッセージテーマね、言っときます、2つありますよ。まず1つ目、最近したガッツポーズ。最近したガッツポーズ、まあなんかね、嬉しいこととか、やったしてやったぜみたいな、なんか皆さんガッツポーズ最近しましたか。まあ心の中でもね、最近したガッツポーズ、どんな、何の時にしたのかなっていうのを教えてください。そしてもう1つは、暑い日の過ごし方。暑い日の過ごし方、もう梅雨も終わりかけの時とかもね、ほんまに暑いですもんね、まあ、その時も暑いですけれども、暑い日ならではの皆さんの暑い日の過ごし方教えてください、メッセージはですね、今週中に、週明けまでに、月曜日の朝までに、送っていただけると助かります。いつも送ってるのに読まれないっていう方は、ぜひ月曜日の朝までに送ってきてください。よろしくお願いいたします。最近したガッツポーズ、そして暑い日の過ごし方、お願いします、メールの宛先はaya@kbs.kyoto、ファックスは075-431-2300。また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージ送っていただけます。メッセージ送ってくださった方の中から毎月5名の方に内田彩サイン入りメッセージカード、そして BS ファインのサンプルリストバンドリパンフレットをセットにしてプレゼントいたしますので、欲しい方は住所とお名前も一緒に書いて送ってきてください。よろしくお願いいたします。そして私の様子は、アメリカでの様子、そしてラジオの様子なんかはですね、内田彩青い空ブログ、内田彩、彩はひらがなで検索してください。あの日々ね、様子アップしてますので覗いてみてください。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また来週火曜日の夕方5時30分にお会いいたしましょう。お相手は内田彩でした。バイバイ。この番組はキル岩盤浴 BS ファイン加茂繊維の提供でお送りしました。